伸び。作家大岡昌平が1951年に発表した同名原作を元にした戦争ドラマ。太平洋戦争末期、フィリピンのレイテ島を舞台に生き残った日本軍兵士の過酷な敗走を生々しいタッチで描いていく。監督、主演、制作、撮影、編集を手掛けたの鉄夫からまあいろいろねあって、前作コトコなどの、塚本慎也、共演はリリー・フランキー、中村達也、オーディションで選ばれた新人の森優作らということでございます。非常にねやってくれという待望論が非常に、多かった作品でございまして、なんですけど公開感が本当に非常に少ないんですね。東京でもそのユーロスペースと立川シネマワンですか、2巻しかやってないという感じですけど、で、まあ、そこのやってる感はもう僕、ユーロスペースもむちゃむちゃ入ってましたけど、決して多くない中ですね、メールの量は、ちょっと多め。まあ、要するに公開規模からするとかなりもう皆さん、かなりの熱量でいただいているということでございます。賛否で言うと、絶賛を含む3が8割、否定派は2、3通とかなりの高評価、戦争の悲惨さに衝撃を受けた。自分史上最大のトラウマ映画。今こそちゃんと見られるべき作品などの熱い感想メールが多かったということでございます。代表的なところをご紹介いたしましょう。ラジオネームひろなさん、2回鑑賞しました。戦場の描写があまりにも肉体的で痛く、精神的にも苦しく、まるで自分も戦地にいるような感覚になり、早く終わってほしいと思いながら見るほどでした。見終わっても夢にうなされ、何をしていても伸びね、頭から離れず見なければよかったと思うくらいでした。しかしこれ以上の残酷なことが実際にあったのだから、苦しい記憶を心に焼き付けたまま生きていこうと決めました。そしてこれからもノビを見て受けた衝撃について考え続け語り合っていこうと思います。1秒たりとも無駄がない完璧な映画だと思いました。このタイミングでこの映画を作り上げた塚本慎也監督の行動に感動していますというね、かなりね、大変な経緯があったという、ちょっとダメだったという方もねちょっとご紹介いたしましょう。うちの近所のホタルは緑色さん、私は全くダメでした。塚本版ノビ、とにかく画面がつまらない、カメラが軽い、映像が薄い、脚本もつまらない、役者にもドラマが見えない、狂気あるいは正気が口先だけにしか見えないのが本当に辛くて、書かれているはずのものと映画とのギャップに戸惑うばかりでした。ネット上ではほとんどけなしている人がいない映画ですが、その評はこの映画の存在意義、イデオロギー、原作の存在、実制作ということなど、その焦点が映画上にはない別のところにあるのではないかと疑ってしまいますという、ことでございました。はい、ということでございます。はい、ということで私も伸びユーロスペース相当混んでましたけど、ちょっと早めに、整理券を押さえたりなんかして、行ってまいりました。2回見ましたけどね。はい。塚本慎也作品ね、実はこの番組で取り上げるの初めてですよね。まともに取り上げるのね。霧島部活やめるっていうの劇中の上映作として鉄夫がねあって、それにちょっと触れたぐらいでございます。でまあ僕全部とは言わないけど、主要作品はまあ一通り見てるつもりなんですけど、前作のコトコ2012年コッコさんが主演のやつ、シネマ柱時代にサイコロの目には入ってたのかな、で当たらなかったのかな、多分ね、だんだん、あ、言ってたよね、入んなか、当たんなかったのね。追ってことこ見、も見ましたけど、もうこれまたもういろんな意味でものすごい映画でしたけどね。うん、もう衝撃ですよ、やっぱね。はい。で、まあ、その塚本慎也監督、マジで、その世界的にその評価されている、まあその作品すべてね、まあその要するに、振り返ってる時間ってのはもちろんないんですが、まあそのあまりにも、強烈な作家性。まあもちろんその作品ごとにトーンとか全然違う。まあ特にその2000年代以降ちょっとね、その作品性というかトーンが変わってきた。あるんですけど、それでもまあどう考えてもね、明らかに、まあ鉄夫、ね、鉄夫から一貫したテーマのようなもの、まあ明らかにあると。で、それをまあ僕なりにちょっとできるだけ噛み砕いて表現してみるなら、まあちょっとこれ、どんだけ的確に言えてるかわかりませんけど、まあ要は何らかのきっかけで、まあ急激に、まあ変容していく、変わっていく。肉体と意識、まあ、精神と言ってもいいですよ。肉体と精神、まあ、塚本作品においてはこの肉体と精神というのは完全にもう不可分のものというか一体化したものですね。完全に一体のもの、変容していく肉体と意識、精神を通して人間とか、まあ、人間性っていうものを成り立たせているギリギリの一線とは何かっていうのを突き詰めていく、うん、でその一線を超えてしまう快感を描くのか、まあ、鉄道なんかまさにそれですけど、もしくはその一線を超えた先から、もちろんそこには恐怖があるんだけど、その恐怖の一線を超えた快感を描くのか、もしくはその一線を超えた先から、改めて人間とか人間性っていうものを照射し返すのかっていう、まあ、そういう作品や時期によって違いはあるんだけど、大きく言えばやっぱ塚本慎也作品、常にそういうことを語ってきた、ということだと思います。専用していく肉体と意識を通して人間っていうものを成り立たせるギリギリの一線を突き詰める。この話だと思うんですね、常にね。で、その意味で、塚本慎也が、大岡昌平の伸びを、それも完全実製作体制で、
っていうですね。まあ、これ最初にこの話聞いた時、そんなことやっちゃうんだ、そんなこと可能なんだみたいな驚きももちろんあったんだけど、同時に、あ、それは合う、それは間違いなく最高にやばいやつだっていうふうに確信できた、です。というのも、まあ、ノビ、まあ、私も、読んだの高校生の時ですけど、もちろんすごいガツンときて、その他の大岡翔平作品ね、霊帝戦記とか、霊帝闘戦記か、不良記とか読んだけど、やっぱ一番ガツンと残ってるのはやっぱノビですね。はい。まあ、一応ノビどんなのか言わないといけないか、大岡翔平さん自身の、まあ、従軍経験、まあ、フィリピンの戦線に行って、まあ、本当に大変な思いしたのをもとに、まあ、太平洋戦争、このフィリピン戦とかっていうのは、まあ、他の戦線もそうですけど、戦死者がいっぱいいる50万人のうち8割が、要するに敵と戦って死んだんじゃなくて、餓死とか病死、ね、そういう戦場だ。で、果ては人肉食まで横行したっていうような、まあ、現実っていうのを、まあ、そのノビっていう小説は、なんか奇妙に突き放したっていうか、奇妙に乾いた主観描写でずっと描くっていう、すごくちょっとほんとガツンとくる小説でございまして、そんなに長い小説じゃないっていうか、短くて結構読みやすいんで、ぜひ、読んだことない方は読んでください。映画にはないようなそのセリフですけど、最後にその、日本に帰ってきた後の、主人公のこう10回する、ちょっと、なんていうか、こう、現在の世相に対して愚痴るところとか、結構今の世相とかとヒットするところもいっぱいあったりすると思うんで、はい、ぜひ、読んだことない方読んでいただきたいんですけど、とにかくこのノビっていう小説自体が、まさにさっき言ったような、その僕が塚本慎也作品の共通する、何かだって言った、急激に変化していく肉体と意識を通して人間性ってものを成り立たせるギリギリの一線を突き詰めていくって、まさにその話だからですよね、ノビは。はい。で、事実、まあ僕はこれはちょっと不勉強でこれまでは知らなかったですけど、まあ塚本慎也さん自身、かなり前からノビを映画化したいっていうのは、かなり前から、しかもすごい具体的なビジョンと元に、まあ語ってて、実際できた映画もその時言ってることとほぼ一致してるっていう感じ。だからもう、ね、インタビューなどでちょいちょいそういうのを語ってたりすると。で、で、まあ実際のところ、まあ何度も、先ほどね、メールにもあったけど、まあ現実化に動いたけど、まあ例えば従軍経験者、もう結構ね、もう主人、ご存命の方も少ない中で、ちょっと早くやんなきゃいけないという、まあ、その取材をやったりとかしたんだけど、まあ、資金が集まらず、お金出してくれるとこがなく、みたいな、まあ、そういう経緯は、まあ、あちこちパンフとか、あとの、遊学者っていうところが出てる、副読本的な、塚本慎也、かけるのび、この本もすごく参考になりましたし、まあ、そのフィリピン戦っていうかね、それの背景なんかも詳しく書いてあったりとか、あと、これネットのあれですけど、シネマトゥデイの、のびへの道、塚本慎也の頭の中っていう、要するにメイキング記事みたいなのが、こう連続連載であって、これがすごい詳しく書いてあって、これ読むと結構びっくりするんだけど、低予算だ低予算だって言うけど、俺らが考える低予算のレベル超えてますよね。完全に。だからちょっと、それ、なんていうか、今日遅くといけないから、ぜひちょっとこれは見てから、この記事を読んでいただきたいけど、あれってそんな風に作ってんだみたいな。まあ、それを要するにボランティアスタッフ含めの、まあ、KUFU、工夫と努力で、ま、補った作品だと。で、まあ、とにかくその、世界のその塚本慎也が伸びようっていう、まあ、このどう考えてもやばくなりそうな企画に、まあ、結局お金出すところがなかったっていう、その事実自体は、やっぱりま、ね、ご覧になった方で思う方は思うと思う、そうなの？って怒りと情けなさがまあ、湧いてくるところもあるんですよ。例えば、ね、それこそ別にそれがダメだとは言わないけど、さ、永遠のゼロはあんなドカンと作るのに、これは作れねえのかよ、みたいなのさ、はい、思ったりはするんだけど、それはそれとして、僕はね、結果としてこのやっぱ完全インディーズ体制を、はですね、出来上がったそのノビという今回の作品を見る限り、僕はむしろプラスに働いてるっていうふうに思いますね。だからちょっとその、なんていうかな、大変だったから偉いって言ってるんじゃなくて、これ作品的にプラスに働いてねっていうふうに思うんですよね。まず、まあ、単純に全然そんな予算の映画に見えねえしっていうのがあるんですよ。そのメインキング見るとびっくりする、メイキングの話聞くと。要するに周到にすごくコスト配分が計算されてるっていうね。それの成果があって、もう絵的にも世界観的にも、もうこの話に必要十分なスケール感は十分表現されてる。これよりもっとね、結構なお金かけてるはずなのに小さい話しか見えない作品なんか山ほどあるわけですから。ここぞっていう時にやっぱフィリピンのロケショット、大自然のショットを入れて、その中に佇む主人公、まあ、塚本さん自身演じる田村っていう主人公と、あと国内で撮った撮影部分、みたいなものが、の組み合わせの、まあ、うまさっていうか計算であったりとか、まあ特殊メイクとか小道具とかの見せ方の工夫ですね。やっぱり、コストがかけるのが限られてるかっていうあたり、まあ、そこが非常に、実は計算が非常によくできてる。なので、で、まあ、それが、要するに、しょぼく見えないお金にしてはっていうか、この話に必要なスケール感も確保できてるっていうのもあるし、むしろですね、その肉体と、さっき言ったな、肉体と意識の変容っていうのを経験していく、
その主人公の、まあ、主観というか、主観にぐっと視点を絞らざるを得ないっていうね。まあ、俯瞰的なその説明みたいな思い切りよく配した。例えばこれ、いつどこの戦争の話かなんていうのも、まあ、明示はされないわけですよね。で、そういうのは全部配して、映画としてのその体感性、みたいなところにも特化して作ってるっていうか、ということによってこの作品の必要な部分っていうか、一番大事な部分、エッセンスのところがよりエッジを増してですね、良くなったというふうにむしろ思うんです。その意味でやっぱ近いのは俺マッドマックス怒りのデスロードかもしれないなって思うぐらいですよ。はい、もういきなり状況に放り込んで、でその体感性を通してメッセージを使っていくみたいなところはね、うん、例えばその冒頭でね、その主人公タンブラが非常にまあ理不尽な、命令を受けて、もう右往左往、もう繰り返し繰り返し同じところを行ったり来たりさせられ、まあ、あれはもう天丼ギャグですよね。で、まあ、その天丼ギャグのところで別に説明なくても、はい、これは軍隊風だけど、もう組織として全く機能していない集団だなとかですね。あるいはもう、もはや、戦争っていうけど、これ、敵との戦いですらないよね、状況であるとかですね。まあ、要は戦争映画ではない、例えば敵の表現の仕方っていうか、敵と撃ち合ったりっていうけど、その撃ってくる敵なんか見えないですからね。なんだかわかんない向こうから降ってくるものみたいなものとしかもう描かれない。もう全然戦争ですらない状態になってる。みたいなところに、まあ多分予算の関係もあって絞ってるっていうのが、この伸びのなんていうか体感性であるとか、そのさっき言った乾いた主観性みたいなものにプラスに働いてるし、あと画面がね、確かに、いかにもデジタル前とした安っぽい画面だって言い方もできると思うんだけど、デジタルカメラですよ。ただね、そのデジタル画面の劇的じゃなさっていうか、スタイリッシュじゃなさっていうか、すべてが無造作に日常の延長線上でそこにボスンと剥き出しである感じがあるからこそ、例えば途中で目の前で無残に人が物化していく、要するに死体になって、死体というものになっていくその様。例えばですね、最初のショックシーンですけど、こうやって言い争ってる、よく恨みながら言い争ってると、足音かなっていうぐらい向こうでドッからドッ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 、まあ要するにこれは飛行機銃操作らしいものなんだけど、ドッ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 ってきて、バッてこっち見たら、その人の顔がもうパカーンって割れてる。もう、要するにさっきここにいた人が、あの、物になってる。それこそね、さっきさっきのニコ生の放送になりますけど、三宅龍太監督のね、怪獣が、倒れる手前のところの何かが抜けた感じ、物になっちゃった感じみたいな。それにも近いショックだと思うんだけど。それが、要するにデジタルのこう無造作な、スタイリッシュじゃない映像であることに、指摘じゃない映像であることによって、今この現実と地続きの、要するに身も蓋もなさっていうか、身も蓋もないそこにあるものとして体感できる感じっていうか、そういう風に考えると、例えばプライベートライアン、ね、もちろんその、戦争映画描写とか、暴力描写っていうのを歴史的に変えた国民的な作品だけど、あれのノルマンディ上陸シーンって、やっぱりさ、昔のニュース映画リール風であったりとか、なんか、まださ、詩的である余地があるっていうかさ、ポエティックである余地があるとか、例えばフィリピンの自然とそこで争う人間たちっていうののね、対比っていうようなものを描いたんで言うと、テレンス・マリックの新レッドラインってあるけど、あれの自然との描き方ってすごいさ、詩的じゃん、詩的、ポエティックじゃない。それに対して人間はちっぽけだって言うけど、今回のノビのそのフィリピンの大自然っていうのはこう撮ってるけど、そういう優しさとか詩的なんてもんじゃなくてさ、確かに綺麗だけど、なんか独特しいっていうかさ、なんか、ここじゃ生きていけねえな感っていうか、俺たちはっていうか、なんかそういうこう、なんていうかな、まがまがしさとかも含めて、全然詩的じゃない、スタイリッシュじゃない。安っぽいからこそ、いや、それそこにある身も蓋もない現実だからって感じをむしろ増してる感じがするんですよね。はい。で、もちろんその昔の話とあんまり思えないとか、そういう効果もあると思うんですよ。もちろんここが一番だろうけど、外部の余計な口出しとかですね、一切気にせずま作られた作品っていうことで、ここまであらゆる意味で容赦ない作品になったっていうのは、やっぱり今作られるいい作品なんですね。その肉体と、さっき言ったな、肉体と意識の変容っていうのを経験していく、その主人公のまあ主観というか主観にぐっと視点を絞らざるを得ないっていうね。まあ俯瞰的なその説明みたいな思い切りよく配した。例えばこれ、いつどこの、戦争の話かなんていうのも、まあ、明示はされないわけですよね。で、そういうのは全部配して、映画としてのその体感性みたいなところにも特化して作ってるっていうか、ということによってこの作品の必要な部分っていうか、一番大事な部分、エッセンスのところがよりエッジを増してですね、良くなったというふうにむしろ思うんです。その意味でやっぱ近いのは俺、マッドマックス怒りのデスロードかもしれないなって思うぐらいですよ。はい。もういきなり状況に放り込んで、で、その体感性を通してメッセージを使っていくみたいなところはね。うん。例えばその冒頭でね、その主人公タンブラが非常にまあ理不尽な、命令を受けて、もう右往左往、もう繰り返し繰り返し同じところ行ったり来たりさせられる。まあ、あれはもう天丼ギャグですよね。で、まあ、その天丼ギャグのところで別に説明なくても、はい、これは軍隊風だけど、もう組織として全く機能していない集団だなとかですね。あるいはもう、もはや、
戦争っていうけど、これ敵との戦いですらないよね、状況であるとかですね。まあ要は戦争映画ではない、例えば敵の表現の仕方っていうか、敵と撃ち合ったりっていうけど、その撃ってくる敵なんか見えないですからね。なんだかわかんない向こうから降ってくるものみたいなものとしかもう描かれない。もう全然戦争ですらない状態になってる。みたいなところに、まあ多分予算の関係もあって絞ってるっていうのが、このノビのなんていうか体感性であるとか、そのさっき言った乾いた主観性みたいなものにプラスに働いてるし、あと画面がね、確かに、いかにもデジタル前とした安っぽい画面だって言い方もできると思うんだけど、デジタルカメラですよ。ただね、そのデジタル画面の劇的じゃなさっていうか、スタイリッシュじゃなさっていうか、すべてが無造作に日常の延長線上でそこにボスンと剥き出しである感じがあるからこそ、例えば途中で目の前で無残に人が物化していく、要するに死体になって、死体というものになっていくその様。例えばですね、最初のショックシーンですけど、こうやって言い争ってる、よく恨みながら言い争ってると、足音かなっていうぐらい向こうでドッからドッ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 、まあ要するにこれは飛行機銃操作らしいものなんだけど、ドッ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 ってきて、バッてこっち見たら、その人の顔がもうパカーンって割れてる。もう、要するにさっきここにいた人が、物になってる。それこそね、さっきさっきのニコ生の放送になりますけど、三宅龍太監督のね、怪獣が、倒れる。のび。作家大岡翔平が1951年に発表した同名原作を元にした戦争ドラマ。太平洋戦争末期、フィリピンのレイテ島を舞台に生き残った日本軍兵士の過酷な敗走を生々しいタッチで描いていく。監督、主演、制作、撮影、編集を手掛けたの鉄夫からまあいろいろねあって、前作コトコなどの、塚本慎也、共演はリリー・フランキー、中村達也、オーディションで選ばれた新人の森優作らということでございます。非常にねやってくれという待望論が非常に、多かった作品でございまして、なんですけど公開感が本当に非常に少ないんですね。東京でもそのユーロスペースと立川シネマワンですか、2巻しかやってないという感じですけど、で、まあ、そこのやってる感はもう僕、ユーロスペースもむちゃむちゃ入ってましたけど、決して多くない中ですね、メールの量は、ちょっと多め。まあ、要するに公開規模からするとかなりもう皆さん、かなりの熱量でいただいているということでございます。賛否で言うと、絶賛を含む3が8割、否定派は2、3通とかなりの高評価、戦争の悲惨さに衝撃を受けた。自分史上最大のトラウマ映画。今こそちゃんと見られるべき作品などの熱い感想メールが多かったということでございます。代表的なところをご紹介いたしましょう。ラジオネームヒロナさん、2回鑑賞しました。戦場の描写があまりにも肉体的で痛く、精神的にも苦しく、まるで自分も戦地にいるような感覚になり、早く終わってほしいと思いながら見るほどでした。見終わっても夢にうなされ、何をしていても伸びね、頭から離れず見なければよかったと思うくらいでした。しかしこれ以上の残酷なことが実際にあったのだから、苦しい記憶を心に焼き付けたまま生きていこうと決めました。そしてこれからもノビを見て受けた衝撃について考え続け語り合っていこうと思います。1秒たりとも無駄がない完璧な映画だと思いました。このタイミングでこの映画を作り上げた塚本慎也監督の行動に感動していますというね、かなりね、大変な経緯があったという、ちょっとダメだったという方もね、ちょっとご紹介いたしましょう。うちの近所のホタルは緑色さん、私は全くダメでした。塚本版ノビ、とにかく画面がつまらない、カメラが軽い、映像が薄い、脚本もつまらない、役者にもドラマが見えない、狂気あるいは正気が口先だけにしか見えないのが本当に辛くて、書かれているはずのものと映画とのギャップに戸惑うばかりでした。ネット上ではほとんどけなしている人がいない映画ですが、その評はこの映画の存在意義、イデオロギー、原作の存在、実制作ということなど、その焦点が映画上にはない別のところにあるのではないかと疑ってしまいますという、ことでございました。はい、ということでございます。はい、ということで私もノビ、ユーロスペース相当混んでましたけど、ちょっと早めに、整理券を押さえたりなんかして、行ってまいりました。2回見ましたけどね。はい。塚本慎也作品ね。実はこの番組で取り上げるの初めてですよね。まともに取り上げるのね。霧島部活やめるっていうの、劇中の上映作として鉄夫がね、あって、それにちょっと触れたぐらいでございます。で、まあ僕全部とは言わないけど、主要作品はまあ一通り見てるつもりなんですけど、前作のコトコ、2012年、コッコさんが主演のやつ、シネマ柱時代に、サイコロの目には入ってたのかな、で当たらなかったのかな、多分ね、旦那、ね、言ってたよね、入んなかった、当たんなかったんでね。追ってことこ見、もう見ましたけど、もうこれまたもういろんな意味でものすごい映画でしたけどね。うん、もう衝撃ですよ、やっぱね。はい。で、まあ、その塚本慎也監督。マジで、その世界的にその評価されている、まあその作品すべてね。まあその要するに、振り返ってる時間ってのはもちろんないんですが、まあそのあまりにも、
強烈な作家性、まあ、もちろんその作品ごとにトーンとか全然違う、まあ、特にその2000年代以降ちょっとねその作品性というかトーンが変わってきたあるんですけど、それでもまあどう考えてもね明らかに、まあ、鉄をね、鉄をから一貫したテーマのようなものまあ明らかにあると。でそれをまあ僕なりにちょっとできるだけ噛み砕いて表現してみるならば、ちょっとこれどんだけ的確に言えてるか分かりませんけど、まあ要は何らかのきっかけで、まあ、急激に、まあ、変容していく変わっていく、肉体と意識、まあ、精神と言ってもいいですよ、肉体と精神、まあ、塚本作品においてはこの肉体と精神というのは完全にもう不可分のものというか一体化したものですね、完全に一体のもの、変容していく肉体と意識精神を通して人間とか、まあ、人間性っていうものを成り立たせているギリギリの一線は何かっていうのを突き詰めていく、うん、でその一線を超えてしまう快感を描くのか、まあ、鉄道なんかまさにそれですけど、もしくはその一線を超えた先から、もちろんそこには恐怖があるんだけど、その恐怖の一線を超えた快感を描くのか、もしくはその一線を超えた先から、改めて人間とか人間性っていうものを照射し返すのかっていう、まあ、そういう作品や時期によって違いはあるんだけど、大きく言えばやっぱ塚本慎也作品常にそういうことを語ってきた、ということだと思う。専用していく肉体と意識を通して人間っていうものの成り立たせるギリギリの一線を突き詰める、この話だと思うんですね、常にね。で、その意味で、塚本慎也、アンフとか、あとあの、遊学者っていうところが出てる、副読本的な、塚本慎也、かけるのび、この本もすごく参考になりましたし、まあ、そのフィリピン戦っていうかね、それの背景なんかも詳しく書いてあったりとか、あと、これネットのあれですけど、シネマトゥデイの、あの、のびへの道、塚本慎也の頭の中っていう、要するにメイキング記事みたいのが、こう連続連載であって、これがすごい詳しく書いてあって、これ読むと結構びっくりするんだけど、低予算だ低予算だって言うけど、俺らが考える低予算のレベル超えてますよね、完全に。だからちょっとそれなんていうか競争といけないから、ぜひちょっとこれは見てからこの記事を読んでいただきたいけど、え、あれってそんな風に作ってんだみたいな。まあそれを要するにボランティアスタッフ含めの、まあ、KUFU 工夫と努力でまあ補った作品だと。でまあとにかくその世界のその塚本慎也が伸びようっていう、まあ、このどう考えてもやばくなりそうな企画に、まあ、結局お金出すところがなかったっていう、その事実自体はやっぱりまあ、ね、ご覧になった方で思う方は思うと思う、そうなの？って怒りと情けなさがまあ、湧いてくるところもあるんですよ。例えば、ね、それこそ別にそれがダメだとは言わないけど、さ、永遠のゼロはあんなドカンと作るのに、これは作れねえのかよ、みたいなのさ、はい、思ったりはするんだけど、それはそれとして、僕はね、結果としてこのやっぱ完全インディーズ体制を、はですね、出来上がったそのノビという今回の作品を見る限り、僕はむしろプラスに働いてるっていうふうに思いますね。だからちょっとその、なんていうかな、大変だったから偉いって言ってるんじゃなくて、これ作品的にプラスに働いてねっていうふうに思うんですよね。まず、まあ、単純に全然そんな予算の映画に見えねえしっていうのがあるんですよ。もうそのメインキング見るとびっくりする、ネキの話聞くと。要するに周到にすごくコスト配分が計算されてるっていうんですね。それの成果があって、もう絵的にも世界観的にも、もうこの話に必要十分なスケール感は十分表現されてる。これよりもっとね、結構なお金かけてるはずなのに小さい話しか見えない作品なんか山ほどあるわけですから。ここぞっていう時にやっぱフィリピンのロケショット、大自然のショットを入れて、その中に佇む主人公、まあ、塚本さん自身演じる田村っていう主人公と、あと国内で撮った撮影部分、みたいなものが、の組み合わせの、まあ、うまさっていうか計算であったりとか、まあ、特殊メイクとか小道具とかの見せ方の工夫ですね。やっぱり、コストがかけられるのが限られてるかっていうあたり、まあ、そこが非常に、実は計算が非常によくできてる。なので、で、まあ、それが、要するに、しょぼく見えない。お金にしてはっていうか、この話に必要なスケール感を確保できてるってのもあるし、むしろだ、大岡翔平の伸びを、それも完全実製作体制で、っていうですね。まあ、これ最初にこの話聞いた時、そんなことやっちゃうんだ、そんなこと可能なんだ、みたいな驚きももちろんあったんだけど、同時に、あ、それは合う。それは間違いなく最高にやばいやつだっていうふうに確信できた。です。というのも、ま、伸び。まあ、私も、読んだの高校生の時ですけど、もちろんすごいガツーンと来て、その他の大岡翔平作品ね、霊帝戦記とか、霊帝当選記か、不良記とか読んだけど、やっぱ一番ガツンと残ってるのはやっぱノビですね。はい。まあ、一応ノビどんなのか言わないといけないか、大岡翔平さん自身の、まあ、従軍経験、まあ、フィリピンの戦線に行って、まあ、本当に大変な思いしたのをもとに、まあ、太平洋戦争、このフィリピン戦とかっていうのはまあ他の戦線もそうですけど、戦死者がいっぱいいる50万人のうち8割が、要するに敵と戦って死んだんじゃなくて、餓死とか病死、ね、そういう戦場だ。で、果ては人肉食まで横行したっていうような、まあ現実っていうのを、まあ、
このノビっていう小説はなんか奇妙に突き放したっていうか奇妙に乾いた主観描写でずっと描くっていう、すごくちょっと本当ガツンとくる小説でございまして、そんなに長い小説じゃないっていうか短くて結構読みやすいんで、ぜひ読んだことない方は読んでください。映画にはないようなそのセリフですけど、最後にその日本に帰ってきた後の、主人公のこう10回するちょっとなんていうかこう現在の世相に対して愚痴るところとか、結構今の世相とかとヒットするところもいっぱいあったりすると思うんで、はい、ぜひ読んだことない方読んでいただきたいんですけど、とにかくこのノビっていう小説自体がまさにさっき言ったようなその僕が塚本慎也作品の共通する、何かだって言った急激に変化していく肉体と意識を通して人間性っていうものを成り立たせるギリギリの一線を突き詰めていくって、まさにその話だからですよね、ノビは。はい。で、事実、まあ僕はこれはちょっと不勉強でこれまでは知らなかったですけど、まあ塚本慎也さん自身かなり前からノビを映画化したいっていうのをかなり前から、しかもすごい具体的なビジョンと元にまあ語ってて、実際できた映画もその時言ってることとほぼ一致してるっていうか、ね、だからもうインタビューなどでちょいちょいそういうのを語ってたりすると。で、まあ実際のところ、まあ何度も先ほどねメールにもあったけど、まあ現実化に動いたけど、まあ例えば従軍経験者、もう結構ね、もう正直ご存命の方も少ない中で、ちょっと早くやんなきゃいけないという、まあ、その取材をやったりとかしたんだけど、まあ、資金が集まらずお金出してくれるところがなく、みたいな、まあ、そういう経緯は、まあ、あちこち